どうなるのか。思えば道のりは短いような長いような一年であった。90679。90679。ない。どうも、初めて、あのです。どうも、初めて、ネオです。イエーイ。はい、じゃあ浪人生の皆さん、無事じゃないけど、言葉選ばなあかんで、これ難しいけど、いや浪人が悪いということは俺も思ってへんから。いやそりゃそう、そもそも未来への挑戦やから、まあめでたく、まあ、あえてここは言わせていただこう。晴れて浪人となった君たち、おめでとう。おめでとう。まあまあまあ、ポジティブに、ポジティブじゃないよ、ポジティブじゃないよ。今ちょっと浪人して、こう今どういう気持ちですか？確かにやばい、やばいって感じ、やばいって感じ、はい、ああ嬉しい、嬉しい、どういう、そう、それ聞きたいな、それ聞きたいな。普通はやっぱやばいと思うよね。そのやっぱ多くの人がね、まあ現役合格する人も多い中で、自分だけがちょっとこうレールにそれたような気分とか、そういう感じですか？我々も思いました、ね、それすごいわかる、我々も思いました、ね、はい。ただ一方でオンディアザーハンド、君はちょっと嬉しい、なんかそのちょっと精神的にいろいろあって、おお、志望校とかもこれじゃないってなった時になってたから、むしろそのもう一回チャレンジできて本当にやりたいことにもう一回挑めるのは、あ、嬉しいなって。いや大人びっくり、ここの話だけでもうええよ。もちろん、まあ、ちょっとね、まあ、浪人してしまったこと自体は、まあ、今はちょっとね悲しい人も多いかもしれへんけども、まあ、ちょっと我々がね心のノートとなって僕たちをね、まあ、カウンセリングしたいなと思います。そうですね、我々ちょうど浪人してる YouTuber2 人組って多分我々しかいないんじゃないですか。ガセツ間違ってます。我々しかいないと思うんで、はい、というわけで浪人のパイセンである我々がね、はい、いろいろ話していきたいと思います。はい、というわけでメリケットバスのウィリズハッピー浪人ニューイヤー。あの彼らの空気感がもうね、で、みんなね、これ浪人あるあるなんですけど、声小さなるんですよ、めちゃくちゃ。だってこれはほっとくとやばいです、一番。確かにね、なんか何よりも学力云々よりも、その人とコミュニケーションの取り方忘れて、そっから急に進化をウェーみたいなさ、これが一番きついわけ。確かに。だからコンビニ店員ごっこやろうか。コンビニ店員ごっこ、コンビニ店員ごっこやろう。じゃあいくよ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、5回、せーの、よっしゃせー。はい、もっともっともっと、君もっと、もっといけるよ。いらっしゃいませ。あ、そうそう、これ1年後もう一回聞いて、ちょっと懸垂どうなってるか見たい。一年様お通りでーす。はい、どうぞ。一年様お通りでーす。あ、いい、働いてる、働いてる、働いてる、今。いや、いいよ。それってコンビニなんですか？確かに、気づいた。今ね、同時に読解問題も入ってた。あ、そういうこと。よく気づいたね。というわけで、楽しもう、浪人。せーの、楽しもう浪人。イエーイ。というわけでね、じゃあもうこっからはね、基本的にフリー質問みたいな。フリー質問でいいんじゃないですか、大体。あ、じゃあ、あ、お、渡部で、渡部くん、早稲田大学志望、早稲田大学の志望、教育学部、早稲田の教育学 部。見栄とかを気にして体がなんかやりたくないことのためにはなんか頑張れなかったらしくて、なんかずっともうなんか勉強手につかなくて、ずっとなんか自分の生きてる価値を想像しちゃう。ああ、それいわゆる俺の精神やんで山登りに行ったことあるんですか。花尾さん担当じゃないですか、これ。これ花尾さん担当ですか。花尾、いや、わかんないですけど花尾担当でいいんじゃないですか。やりたいこと決まってなくて、なんかとりあえず自分の興味のことをバババって出したら、なんか芸大と早稲田となんかすごい、なんか何こいつみたいな、もう欲張り、欲張り、欲張り、緑になっちゃった。そのために勉強しが辛くなっちゃって。ああ、でもなんか正直者だね。でもやりたいことっていうのは確かにね、僕も思うんですけど、やっぱね、ある方がやっぱでも珍しいと思うんですよね、現状。そりゃそうよ、ね、そりゃそう。未だにやっぱ大体ある人いる、逆にこれもなりたい、お将来の夢、お将来の夢、将来の夢タイムです。会計士になりたい。おお、理由は、なんか理由
ていうか、なんだろう、このなんか通ずるものがあるんですけど、結局なんか、自分も早稲田受けたものの、見えみたいなのがあって、自尊心とか、そういうのが分かって、それはね、分かりますよ。クラスメイトにやった、早稲田のみたいなのがあって、はいはいはい。でただ、憧れはあります。憧れよね。まあ、いいんじゃないですか。それは、医師になりたくて。医者？医者で。おお、医学部。まあ、でも、まあ、でも大学、そもそも、その時点で、なんか、いろいろ方向を見えてる人の方が、正直少ない、正直少ないと思うんですよね。そりゃそうだ。僕なんで阪大に来たかっていうと、まあ、もう、阪大は、まあ、頑張ったらいけるなって、まずなったからっていうのが、まあ、まず第一で、ね。で、その中でも、その電子物理科学科っていうところに行ったんですけど、僕はもう、電子と物理、そのかっこいい言葉2つが組み合わさって、かっこいいから、そこに決めたんですよ。内容とか全く知らないし、オープンキャンパスも一切行ってへんけど、もうそこに来たんですよね。っていうぐらい、でも動機は正直単純でいいと思うよね。正直その見えであろうが何だろうがね、どこどこ大学のどこどこ学部じゃないとあかんみたいな人ってそうそうおらへんと思うから、渡部くんの場合はやっぱね、まあ、多目的志望でもいいかな。俺一時の話ちょっと待ってたよね、ちょっと多目的みたいな。でも絶対絶対知られるでしょ。今こそ大事。なんか価値とかでも難しいねんけど、なんか思うんやけども、人生ってやっぱその、これ昨日ヒカルさんともね話してたんですけど、人生って自分の力で変えれる阿弥陀くじって言ってたんですよ。これはっきり言うと人生ってもうクソ長いと思うんですよね。19歳でしょ。でこっから何80ぐらいの働くんですよ今だって。でそれをその60年間働く中 でここでもう決まっちゃうん。冷静に考えたらそんなわけあるかいと思わへん。だって高校のまだよく人生分かってへん時になんか受験させられて、なんかここでなんか人生の大体の道筋決められるみたいな。この時点でやりたいことが見える人なんてあんまいないわけ。見える人いなくて25とか30とかで実は気づき出すんよね、人っていろいろ経験しだして。だから彼医者になりたいって言ってても、もしかしたら5年後やっぱちゃうかったってなってるかもしれない。まあ、それは全然ある。それでもええねん別に、うん、いやでもやっぱ医者やったでもええ、どっちでもいいわけ。そんなん決めるのは5年後ぐらいの話で、うん、ってなったら別にここで全てじゃないよって話だよね。まあそう、ちょっと補足すると、俺人生って武器作りやと思ってるよ。そう、武器作りやと思ってる。俺もう500回ぐらいやってるからね。500回ぐらいやってる俺、いろんな講演で。例えば大学、いい大学行ったっていう武器を1個持ったに過ぎひんわけ。それいい大学仮に行ったとしても、でその途中で別に違う武器拾ってもいいやん。そういうのを作らへんかったら東大行っててもその東大しかないっていう人になってしまう。ってことは君たちはまずこの1年間でまず学力という武器を作ってほしいなっていう。学力というか知識ってやっぱあればあるほどいいと思ってるから俺は。だからこそやりたいこととかは最終今の時点ではノリでもいいと思うで。だけど行った大学とかでしっかり他の武器をしっかり作ってあげて自分を形成するっていうのはどの大学行ってもやってほしい。これは本当に。あ、はい。なんか現役の時もそうだったんですけど、ゲームがやめれなくて。ゲームがやめれない。ゲーム好きな人。でもやってた人がいる。ゲーム好きな世代じゃないみんな。お、今どういうゲーム、どういうゲームが流行ってんのかな。彼どう。自分が現役の時やってたのはスマホゲームなんですけど、荒野行動。あ、荒野行動ね。なるほど。やめられないっていうのはそのゲームをやってる自分をに気づいてるけどやっぱやめられへんねんってこと。昼はちゃんと塾とか朝から塾行ったりして帰ってくるんですけど、うん、夜家帰ってきちゃうと、あ、コロナの影響もあって8時頃閉まっちゃったりしたんで、うん、塾が家帰るとやっぱなんかゲームしちゃってました。なるほどね。浪人1年するわけじゃないですか。24時間ずっと勉強しなければならないという制約があるわけじゃないじゃないですか。そうってなったら別によく、まあ、まあ僕の友達で会ったのは5月6月までほんまにもう禁欲に禁欲を重ねてぐわーってやった結果7月とかでもう風邪ひいちゃうみたいなパターンが結構あったんですよね、うん、だからルーティン化した方がいいんじゃないですか、その日々の勉強を。それすると例えば木曜のこの時間はこの1時間は遊んでいいとか、なんかルーティン化してるとメリハリがついていいので、そういう人の方がちゃんと結局ちゃんと勉強してるっていう気がする。受験を見据えすぎると先が長すぎるから、ね、か短期的な目標を作った方がいいよみたいな、その要所区切り区切りで1ヶ月後の目標みたいなっていう、その短期的にこうなんかマイルストーンっていうこうなんていうかね、マラソンでもこの5キロの地点10キロの地点みたいな感じで短期的なものは区切れば区切るほど俺もいいと思ってて、なんかあれやね、やっぱどう自分を楽しませるかっていう勉強、最終的にはこう知識とか勉強のインプットなんやけど、実はなんか
かその浪人の勉強する手法の中にはやっぱ人生を生き残る上ですごい大事なことがたくさん詰まってるんで、そういうのもね、ちょっと味わっていただきたい。じゃあなんか他に福原健一君。福原君、福原君志望校は慶応。あ、慶応、はい、拓郎なんですけど、すごい1年間長いなと思って、うん、勉強はもちろんするんですけど、勉強してもっと新しいことしたいなと思って YouTube やろうかなと思うんですけど。おー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 、一番聞いた方がいいね。今日の最終質問まであるんで。いや、あるね、確かに。でもやってみたいってことは何か映像があるんじゃない？脳みその中にこういうの上げたいみたいな。うん、確かに確かに。なんかそういうのない？浪人系、浪人系 YouTuber ね。言うね、言うね、言うね、明野ちゃんとか。ああ、浪人ってこれ捨てたもんじゃない、実は。要は自分の例えばその頑張ってるとか苦しんでる姿っていうのはそれを見て励まされる人も絶対いるんですよ。浪人生って価値高いんですよ、実は。確かに。だから俺が浪人の話したってもう浪人生じゃないからさ、なんていうの、そうだ、説得力が、まあ、あるにはあるけど、 あるけどしたっていうのはやっぱ君の方がある。今浪人してるっていうことの方が価値なんですよ。価値は高いと思うで、これ実は。先生に言われるよりなんかほんまに苦しんでる一個上の先輩とかの方がなんか響くとかなんかないな。そう、リアリティがあるんですよね、やっぱ YouTube ってやっぱリアリティが大事で、うん、でもガッツリ YouTube の話しちゃってるんだけど、まあまあ彼のためやから別にいいんじゃないですか。僕の領域ね、はいはいはい、得意領域なんで、はいはいはい、それが逆にその YouTube やることによってその後には引けない原動力になることもできるから。すごいな。じゃあまあ一旦次行きますか。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ彼なんかある？すごいメジャーな質問に戻っていいですか？メジャーな質問に戻りましょう。だから今のね、非常にマイナーな質問ですYouTube 浪人生やっぱなんか一番辛い時期があると思うんですよ、はいはい、その辛い時期と、あとそういう時にどうやってこうメンタルを保っていけばいいかっていうのが知りたいです。なんか想定されてました、この人。そう、ありがとうございます。中にご飯回答嬉しい。浪人で一番きつかった時期あるな。いつきつかった？その1年、4月から3月、2月とか3月まで。これね、もう10年前の記憶なんで、まあ確かにそんな定かじゃないんですけども、なんかね、やっぱ成績が伸びてるか伸びてないかがでも一番でもなんか重要だと思うんですよね、その夏とかまでに。なんかある程度その半分、前半戦を終えた時点である程度の目処が立ってるというか、そういうのが感じてられれば後半は結構あんまり焦りなくいけると思うんですよね。しんどいとすればやっぱこの4月はかなり重要だと思う。そのだから浪人してしまったっていうへこみを一旦忘れて、この1ヶ月間一旦こうちゃんと誠実に勉強しようみたいな、4月の時間を有効に使えたなっていう自信を持つことが、これ結構その浪人生活を制する上では結構アドバンテージというか大事なポイントになるのではないかなと私は分析しました。1月2月に昇進合わせると間に合わへんって時が来るわけよ。11月ぐらいに気づき出すんやけど、最初に貯金を作っとかないと意外と間に合わへんようにできてるから、まあ僕の話をすると4、5、6ぐらいは持つんよ、メンタル。なんか最初元気やん、はい、4月、よし、やったるぞって なって元気やったんやな、俺は。よ、4月、5月、6月中旬半ぐらいまでは元気やったんよ、結構。だけど、なんかちょっと疲れてくるわけ、6月終わりから7月ぐらいにかけて。でもそれでもモチベーションを保てたのは6月とかで、7月とかの模試が結果が出てたから。だからそこが本番やと思ったことは正解やったと思うよ、自分的に。まあ、今 E とかの人は、まあ、C とかまで持ってこれ、 C とか B とかまで行けてたらちょっと見えてくるやん、 C とかやったら、うん、そこはかなり大きいと思う。でも結果にこだわるっていうのもね、多分そのあたりはそういう意味でも大事やねんな。だから4月とか5月はあんま気にせんでもいいかもしれない、模試の結果。伝官さん勉強は言われへん、 Twitter とかでいい勉強法教えてくださいって言われません？ありますね。あれマジそんなんないんすよって感じ、正直。だって全員脳みそ違うんやから。で、俺はまず前提を伝えたくて。だから、こうやったらいいよって言われたものを、俺今こうやってなんか適当に言ったけど、100%。そのうちの一部をなんか取り入れてくれたらいいから、正直。いらん部分はなんか捨ててくれたらいいっていう。だからいろんな先生に出会うと思うねんな。まあ、拓郎の人は出会わないかもしれないけど、今後大学とか行っても、いろんな進路の道とか、いろんなこと言う人がいると思うねんけど、その中を鵜呑みにするんじゃなくて、しっかりその中でいる部分と、自分には必要ないなって部分を自分で分けて考えるっていう能力を身につけないと、浪人してから例えば、まあまあまあ、この単語帳やってたら絶対受かるでっつって、こいつこの単語帳しかやらんかったとすれ、こいつ多分落ちるのよね。
多分やけど、だそういう鵜呑みにした人っていうのはやっぱりあんまりいい結果が生まない可能性があるので、逆にそれで相手に洗脳して相手を落とさせて自分が浮かぶだから俺鼻を落としたい。お前これやった方がいいで、これマジでめっちゃいいぞお前。この単語帳をやることによって1900の単語が1ヶ月で覚えれるのこれ。何？しかも構造が今まで画期的に全然違くて中身がみたいなこと言って、ほんまにそれやったとするやん、何も考えずに1年間これやるから洗脳うまく洗脳。そんなに学力上がってないこの人、英語とかだってこの人の脳みそに合うかどうかわからない、俺に合っただけで話してから、だからそういうところをこれは人生単位で考えてほしい。だから自分で考えるっていう能力は絶対あった方がいいかなと思います。まあ浪人というのはね、確かになんかこの1年面倒ってやっぱなるんですけど、はい、なんかなんやろうな、でも意外とねこれまた早いんですよね人生。時間なんか途方もないとかは全然思わなくていいと思う、むしろ早いから一日一日ね、もう大事にした方がいい、ほんまに。やっぱさっきも言ったけど、3ヶ月、この3ヶ月をまず見据えて、この90日間の1日、この8月1日まであと、今ぐらいからも意識してもいいかもしれない、うん、だから気づいたらほんま来年になってるから、その時にね、もう一回みんなこれ集めてね、うん、みんな集めてもう一回やりたいですね。まあでもなんか非常に意欲的なメンバーだなって思いました、まず前提として学歴だけが武器じゃないから、今年は、じゃあ大学受験で知識という武器をつけましょうやっていう話なんで、逆に言うとここで生半可にやっちゃうとこの武器を作らぬ1年になってしまう。彼病んでたって話があったけど、別に将来に俺ちなみに10年後こうなってると2人とも思ってないわけですよ、当時浪人してる時とかって。そうなると思うから10年後、その都度必ず武器をずーってつけ取り続けてると後にやっぱいいことがあるよっていう、医者も辞めたかったら辞めたらいいしっていうのを5年後考えるためにもこの1年頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは、はい、今日の授業を終わります。起立。これで授業終わります。ハッピーローニンニューイヤー、せーの、ハッピーローニンニューイヤー。